ナです。はい、ゆうみりんです。私たち、I to you screaming です。よろしくお願いします。まあでも結構あのあゆすくは2人の掛け合いとかも結構あの結構犬猿の仲っぽい感じのやり取りがこう皆さんの目に見ても分かる感じかなと思うんですけど、まあ、たまに仲がいい時期はまあ可愛らしい一面もあるよっていうのは知ってますね。あ、まだそう。なんだろう、だから普段は食べついてくるけど、うん、たまにこうちゃんと相談乗ってくれたりとか、たまにってことではないですけど、まあそういう一面もあるよっていうのはあのちゃんと、はい、言っておきたいですね。リンさんは、逆に言うと、もうちょっと似てはないんですけど、リンさんは割と可愛らしい繊細な女の子みたいな一面がおあのファンの方には多く見られてると思うんですけど、意外と勇ましさというか一人の強さも持ってるっていうのを意外と知られてない気がしますね。なるほど。でもセルフプロデュースっていうのがやっぱ強みは、うん、まあ、この2人だからこそ出せる味みたいなところが多分一番大きいとは思うから、うん、この2人で活動している中でこう表現したいことを抽出してこう普段ライブとかでやったりとか、うん、歌詞に出したりとかっていうところが一番大切にしているところかなと私は思います。うん、やっぱりセルフなので自分たちのやりたいことを存分に出しているっていう、うん、なんか決してやりたくないとかそういうわけでもないんですけど、うん、まあね、お二人でお互いの何だろう意見とかも出し合ってるので、うん、お互いがこういいなって思う部分を尊重しながらいろいろ全てやって最大限のいいものを出してるので、うん、それは全て大事かな、うん、と思います。いや夏ですからね、すっかり家から出ない、それが第一だよね。本当にあっ、ね、寝そうだね、暑さに負けない、負けないことか、年々負けてるから今年こそって思いつつ、でも自分を騙すことじゃない、暑くない、うん、意外とそれ聞かない、なんかこう思い込みで、うん、あ、はいはい、あ、そんなでもないなみたいな気持ちでいると勝てます。マイブームは断捨離です。リアルな、リアルなマイブーム、うん、最近じゃあ一番これ捨てたぜってのある？うわー、ないな。でももう何年も捨てられなかったアクセサリーとかお洋服、うん、なんかいつか着る使うだろうって思ってた服を捨てるとちょっと気持ちいいな。あ、結局着なかったわ、捨てようって思って、うん、最近だとあの、まあ、とあるバンドさんにハマっていて、あのライさんさんという第3というバンドさんにハマって、うん、あのその音楽聴いたりとかライブに行くことですかね。めちゃめちゃ細かいんですけど、うん、あの絶対に喉ヌールスプレーみたいなのをする。やっぱりあゆすくんは生歌でこうやるっていうのをめちゃめちゃ大切にしていて、ハモリとかも全て生歌で入れたりもしているので、うん、ガラッてなりたくないんですよね、うん、喉、うん、なのでそれは絶対やるように、うん、もうたまたまなんですけど、うんうん、手になってるなって最近気づきました、うん、へ、私もじゃあ似てるかもしれないんですけど、あの結構もともと肩が凝りやすい体質というか体なので、この声出す時とか踊る時とかにこの肩周りが固まってるとうまくライブができないので、うん、あの最近買った電動のあのパワーガンみたいなのがあるんだけど、そういうのとかでライブ前にここら辺をほぐしたりしてます。もう何よりもやっぱずっと言っているのは、うん、主題歌とか、うん、そういう、うん、タイアップであのイエスクをこう、
ね、出したいっていうのはずっと言ってる、うん、お客様からもこのエスプの曲ってすごいこういうアニメのこういうところで使われてそうみたいな感想がよく言われるので、それはやっぱりずっと夢でありますね、うん、意識もして、うん、作詞もお互いにしているので、うんうんうん、もうこういう作品だったらこうだろうっていう歌詞にもしたり、このウォーミングアップはしているのでいつかしたいなと思って、うん、個人では、うん、あでもアイドルさん以外とかの、うん、こうアーティストさんとかとなんかコラボレーションしてみたいこれは、今年の冬に2月ぐらいにバンドセットワンマンやったんですけど、うん、その時にやっぱちょっと違う畑 の, あの音楽のプロの方々と触れ合って、そういうのはより強く感じるようになりました。確かに私個人としては、うん、もうちょっと今めっちゃいいこと言ってもらったことあれなんだけど、あのお洋服が好きなので、あのモデルさんとか、まあ、着眼モデルとかやってみたいなって思いましたし、まあ、これは一人でも二人でもいいんですけど、うん、やりたいなと思ってます、うん、はい。今回のタイトルがクイーンオブザナイトっていう、あの月下美人っていうお花の、まあ、英訳というかあれなんですけど、二人のなんだろうな、二人ともこうここで目立ちたいっていう意味合いも込めたクイーンっていう意味もあったりもしますし、うん、あとアヤスクは割と世界観を大切にすごくしているグループなので、なんか、ね、タイトルにかけたいろんな世界観を存分に出せたらいいなと思ってます、うんうん、まあ、今回のこのデュオさんでやらせていただくワンマンが、うん、アヤスクの中ではこう過去最大のキャパシティでのワンマンライブになるので、その会場の広さに見合ったライブをお届けしたいっていうのもそうですし、まあ、あの6周年になるので、もうこれまでの積み重ねとか、もう今まで経験してきたことの成長した姿を皆さんにお見せできたらいいなと思ってます。あでも、うん、なんかいろいろある中でも割とこう安心のできるなんか上品さみたいな自分で言うのあれなんですけど、あのステージングで言うと、こう安心して見れる調印っていう、なんて言うんだろうね、お互いがこう、うん、気高い感じ恥ずかしい、まあ、まあ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 、そういう、うん、綺麗な感じそうね、綺麗な感じはまあ大事にしてはい、うんまあ、そこはね、うん、共通だけど、うん、方向性が全く違うっていう、ね、うん、その中でのかっこよさとか、うん、こう可愛らしさとか、まあ、いろんな方向を出しつつの、まあ、気高さ的なところはアユスクの大きな世界観のこう鏡かなとは思いますね、はい、うん、今回が6周年ということなので、まあ、集大成でもないんですけど、うん、やっぱり6年でめちゃめちゃこう年数に考えると長いので、うん、この積み重ねだったり、うん、これからの将来に向けてこうなりたいんだよっていうのを存分に出したいですし、うん、まあ、あとは今回は一人一人スポットライト向けたりもしたいなとは思ってます。多分今までのワンマン、エスクのワンマンだと、もう2人でこう全部やりきるみたいな形が多かったものの、うん、今回はちょっと新たな見せ方ということで、それぞれフォーカス当てて、この人とこの人がいて、それが合体してこれがエスクですよっていうのを見せたいなと思ってます。 IQ スクリーミングは今年の夏で6周年を迎える2人組のユニットとなっております。はい、そんな6周年の一大ワンマンライブがですね、なんとこのチャンネルの主でもあるこちらですね、はい、デュオミュージックエクスチェンジさんにて行われます。はい、やった。7月16日金曜日に開催をさせていただきます。クイーンオブザナイト、かっこいいタイトルになってます。いろんな新たなエスクだったり、まあ、それからこれまでやってきたエスクの成長した姿だったりとか、こう、ね、皆さんに楽しんでいただけるように今準備してますので、はい、ぜひ8月16日金曜日はこ
ちら美容ミュージックエクスチェンジにて一緒に過ごしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お待ちしてます。